どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、薄のろ赤まんじゅうよ。悪口の語彙力だけは、無限ね。都道府県別の心霊スポットシリーズなんだけどね。沖縄県を解説してほしいという声が多いの。よし、それなら今回は、沖縄県の絶対に行ってはいけない心霊スポットトップ10を紹介するぜ。お願いするの。余談だけど、チンスコウで一番美味しいのは、雪塩チンスコウだと思うの。同感だぜ、異論は認めないぜ。ウプ主はチンスコウ大好き人間なので、他に美味しいおすすめチンスコウがあったら、コメントで教えてほしいんだぜ。それじゃあ、動画本編に行くぞ。その前に注意点、心霊スポットは軽い気持ちで行ってはいけない場所なので気をつけてね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。第10位は、七福神の家、だ。南城七年山里にあるぞ。普通の民家に見えるけど、なんで七福神の家っていうの？ここは今では廃墟になった元民家なんだが、その昔、父親が家族全員を手にかけた、一家心中事件があったと言われている。物騒すぎるわね。でもそれと七福神とどう関係が？あまりに心霊現象がひどいことから、ある霊能力者が霊を鎮めるために、七福神の像を置いた。それから、こう呼ばれるようになったそうだ。なるほど。ここではその後も、心霊現象は起きているの？ああ。以下のような報告が数多く上がっている。七福神の家で写真撮影をしたら黒い斑点がいっぱい写った。写真撮影をした友人が数日後に怪我をした。肝試し後に高熱が出て、体調不良に陥った。霊能力者の置いた七福神の像、意味をなしてないんじゃ。実は、七福神像はその後どこかへ行ってしまったのか、今はなくなってしまったようなんだ。そのせいで、今でも心霊現象が起きているのかもね。そうだな。結構強い霊がいるのでは、との噂もあるし、むやみに廃墟探検などしてはいけない場所なので注意してくれ。第9位は、喫茶泉、だ。宮古島市グスクベにあるぞ。元喫茶店の心霊スポットなんて、珍しいかもね。今では廃墟となっているんだが、不可解な体験をした人が後を絶たないという、有名な場所だ。一体、喫茶泉では何があったの？かつてはとても人気の喫茶店だったが、オーナーが突然行方不明になってしまったそうだ。さらに、そのショックから奥さんは自殺。それから、店は閉まり現在まで廃墟に、って流れなのね。そういうことだ。ここではどんな心霊現象が起きるの？廃墟内で女の幽霊を見た。肝試ししたうちの仲間の一人が行方不明になった。4人で肝試しに行ったうち、一人だけが2階に上がった。そいつは今、精神病棟にいる。こういった体験談があるぞ。きっと、ガチでヤバい場所なのね。ああ。地元の人は絶対に近づかない場所らしいぞ。さらに、1階はまだマシだが、2階が本当に危険だという声もある。そもそも、なぜオーナーが突然行方不明になったのかが気になるわ。誰か真相を知っている人がいたら、コメントしてほしいの。なお、今は許可なく立ち入ることは禁止されている場所だから、注意してくれ。第8位は、ダンスホール VF、跡地、だ。浦添四湖湾、にあるぞ。ダンスホール、今でいうクラブの廃墟、ここはどんな場所だったの？ここは元は軍を退役した、米軍兵士用のダンスホールだったんだ。以前は、米兵や沖縄の若者の間で、とても流行っていたらしい。そんな賑やかだったところが、なんで今は廃墟化して心霊スポットになっているの？実は敷地内には食料保存庫があったんだが、ベトナム戦争中に米兵の遺体安置所として使われてたらしいんだ。そのせいか、ある時に火災が起きて大勢が亡くなったとも、惨殺事件が起きたとも言われている。物騒すぎるわ。現在では火災が原因で廃墟となった説、が有力のようだ。ここでも心霊現象は起きるの？黒人の兵士の霊を見た、ワンピース姿の女性霊を見たなどの目撃談がかなり多くあるようだよ。さらに、ここで写真撮影をしようとしたら、突然カメラのシャッターが切れなくなった、という体験談もある。幽霊たちが写真を撮るなと怒っていたのかしら？そうかもな。持ち主が家に帰ると、普通にシャッターを切れたそうだ。ゾッとするわね。今も未練を残す兵士の霊が数多く残っていると噂の場所だ。不用意に近づかないよう注意してくれ。第7位は、前田トンネル、だ。浦添市前田、にあるぞ。結構綺麗なトンネルに見えるけど、本当にこれが心霊スポットなの？ああ。かなり変わった遍歴も関係して、地元の人には、幽霊トンネルと恐れられているぞ。夕方以降は、地元の人は近づかない場所だそうだ。一体なぜ？そもそもここは、ユネスコ無形文化遺産にも登録された、玉城町くんの墓、という墓の下を通るトンネルなんだ。
二つトンネル穴があるという珍しい作りなんだが、なぜか片側は10年以上も通行止めになっている。未完成のまま、封鎖されてしまったんだ。なんでそんな事態に陥ってしまったの？真相は不明だが、事故が多発したためと言われている。原因としては、昔ここは防空壕の密集地帯だった、もしくはお墓の下にあるという構造から、霊たちが起こっているため、と言われている。ちなみに、今でも心霊現象の噂はあるの？ああ、あるようだぞ。幽霊の目撃情報も多く、現在でもトンネル内での事故が多発しているそうだ。そのため、日中は地元の人も使っているが、夜になると地元民は近寄りたくない場所らしい。10年以上も片方が通行止めのままになっているのは、絶対に何か曰くがあるはずよね。面白半分で近づくべき場所ではなさそうね。第6位は、骸骨山、だ。名護市勝山、にあるぞ。物騒すぎる名前の山ね。何があった場所か大体の察しがつくわ。想像の通りだな。ここはかつて大量の人骨や獣の骨が散乱していたことから、骸骨山と名付けられたんだ。やっぱり、ここも絶対に心霊現象の噂がありそうね。その通りだ。夜になると人のうめき声が聞こえる。肝試し中に仲間が気絶した。何者かに背中を押された。振り向くが誰もいない。このような心霊体験談があるそうだ。強力な幽霊が、今でもいらっしゃるのかもしれないわね。そうかもしれないな。昼間でもかなり不気味な場所と言われていて、ここも地元民は、ほぼ近づいたりしないような場所らしいぞ。ネット上では、今でも骨が転がっているという声も目にしたわ。肝試しして騒ぎ立てると、取り返しのつかないことが起こるかもしれない場所だ。この場所で安易な行動を取ることだけは、絶対にやめてね。第5位は、中城高原ホテル、だ。中上郡荻堂、にあるぞ。ここは、ホテルの廃墟？その通りだ。1972年に沖縄が本土返還されてから、約2ヶ月間だけ運営されていたんだ。運営会社の倒産に伴い、それ以降はずっと廃墟として放置されている。約50年間も放置された廃墟ホテルってことね。とてつもなくヤバい心霊現象が起きそう。このホテルでは、子供の泣き声が聞こえる、という報告が数多く上がっている。原因は、ホテル内のプールで昔、子供が亡くなったためだと言われている。また、霊感が全くない人でも、ここを訪れると体調不良に見舞われると言われている。絶対に近づきたくないわ。そんな中城高原ホテルだが、沖縄県が解体を計画しているそうだ。廃墟、そして心霊スポットとして長年、マニアからは愛されていたが、新たな施設に生まれ変わる日が来るかもしれないぞ。心霊現象の起きない、明るい施設に生まれ変わってほしいわ。第4位は、ちびちりがま、だ。読谷村並平、にあるぞ。なんだか聞き慣れない言葉ね。ここはどんなところなの？まず、ガマとは洞窟や鍾乳洞という意味なんだ。ここチビチリガマと、もう一つシムクガマは、1945年の大戦当時、防空壕として避難先となっていた。当時の避難者80人ほどが、米兵の上陸を恐れて、ここで集団自決をしたという歴史があるんだ。とても悲しい歴史ね。身を寄せた人の6割は18歳以下だったと言われている。住民同士で殺し合いをし、最後に残った大人たちは自害したと言われているんだ。戦争中だったとはいえ、これは悲しすぎるわね。心霊現象も起きるの？ああ。夜になると子供の声や泣き声が聞こえる。車に子供の手形がついている、などの体験談が数多くある。他の場所も同じだけど、ここも冷やかしの気持ちで絶対に訪れてはいけない場所ね。異例目的以外で訪れるのは、絶対にやめてね。第3位は、大山貝塚、だ。宜野湾市大山、にあるぞ。ここはとんでもなく重苦しい雰囲気を感じるわね。写真だけでも伝わるわ。ここは、沖縄の霊媒師であるユタが、狩猟をする、ウタキ、という場所なんだ。そして、もっと古くは先人たちの墓としても利用されていた。霊媒師の狩猟場、一般人が近づいたらとんでもないことになりそうね。ああ。しかも、そのユタでさえ、恐れて近づきたがらないほどの場所だそうだ。霊域により立ち入り禁止、という看板があり、大山貝塚の奥には祠がある。その祠より奥は、死後の世界と繋がっていると言われているんだ。足を踏み入れた者は、生きて戻ってこれないという噂もある。背筋が凍るわ。心霊現象も起きるの？霊感が強い人が訪れると頭痛や耳鳴りがする、金縛りに遭うと言われている。また、肝試しで訪れた人がその後バイク事故で亡くなったり、怪奇現象が起きて行方不明になった人もいるそうだ。昔からの神聖な場所で肝試しするなんて、本当に罰当たりな行為だってことね。
ここで敬意を変えた行動をしたら、命に関わるかもしれないぞ。本当に気をつけてね。第2位は、マンザモー、だ。国神郡恩納村、にあるぞ。すごい絶景ね、綺麗な場所。ああ、沖縄県内でも屈指の景勝地で、人気の観光スポットだ。だが同時に、有数の自殺の名所でもあり、心霊スポットでもあるんだ。知ってるかも。しかも、このマンザモーには悲しい歴史があると聞いたけど。ああ、有名な話かもな。戦時中、アメリカ兵に追われた住民たち。捕まるのを恐れた住民たちは、この崖から自ら身を投げたと言われている。この綺麗な海が、赤く染まったほどだと聞いたことがあるわ。悲しすぎるわね。また、それ以前も以後も、自殺の名所だと言われているんだ。まさか、心霊現象が起きたりもしているの？ああ、そのようだ。海面から、身投げに誘う無数の顔や手が出てくるといった報告や、黒い人影を見た、兵士の格好をした幽霊を目撃したなどの心霊体験談も、後を絶たない。成仏できずに彷徨っている霊が、多く残っているのかもしれないね。自殺する気がない人でも、何かに引っ張られる、感覚に襲われるといった報告もあるような場所だ。決して一人で訪れないように、注意してくれ。第1位は、3S、だ。国神郡恩納村、にあるぞ。変わった名前の場所ね。S 字カーブが3つあることから、こう名付けられたと言われているぞ。ここは、沖縄県内だけでなく、日本全国の中でもトップ10に入るほど、危険な心霊スポットだと言われている。全国クラスの心霊スポットって、ヤバさが伝わるわ。一体、どんなところなの？3位の大山貝塚と同じく、ユタの主要場になっている場所だ。立ち入り禁止と書かれた真っ赤な看板があるが、それを無視した者には、必ず恐ろしい霊障が起こると言われている。それは、破った場合は大変な心霊現象が起きそうね。察しの通りだ。霊に取り憑かれ、嘔吐を繰り返した。肝試しで訪れた友人の精神が崩壊して、入院した。魂が抜けたように、廃人になってしまった人がいる。この地をむやみに訪れた者は、1年以内に死ぬと言われている。霊の姿を見たとかよりも、さらにヤバい何かの影響を感じるわね。そうなんだ。この場所は聖域とされていて、地元の人は決していたずらに近寄ることはないそうだ。また、一般人よりもはるかに、霊への抵抗力があるユタでさえ、この場所で亡くなった人がいるほどらしい。恐ろしすぎるわね。この場所だけは、本当に興味本位で近づいてはいけない場所だ。命の保証はないから、肝試ししようなんてバカな気は、絶対に起こさないでね。以上が、沖縄県の絶対に行ってはいけない心霊スポットトップ10だ。ユタの主要場や神聖な場所、戦争の被害地とか、他の県にはない心霊スポットが多い場所ね。元から霊域が多いことと、戦時中の惨劇があったこともあってか、ここでは紹介しきれなかった心霊スポットが山ほどある。少なくとも、冗談抜きでトップ10に入っている場所は、ふざけ半分で訪れちゃいけない場所だってことがわかったわ。もしも戦時中の出来事に関係のある場所に行くときは、弔いの気持ちを持ち行くことを忘れないでくれ。繰り返しになるけど、霊域やユタの主要地には生半可な気持ちで足を踏み入れないでくれ。取り返しのつかない目にあっても、責任は負えません。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。取り上げてほしい県や心霊スポットがあったら、ぜひコメントで教えてね。動画の内容を気に入ってもらえたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。